5番に移っても大丈夫ですか？はい、はい、では次の質問はこちらです。じゃん。お二人は憧れの人もしくは目標にしている人っていますか、という話、ご質問なんですけども、うん、いらっしゃいますか？憧れの人、はい。いや、これ VTuber 始めた時、はいはい、そんなに、いや、もちろん大先輩愛ちゃんとかあかりちゃんとかしろちゃんとかいらっしゃいましたけど、はい、なんか方向性的には違うなってあって、はいはいはい、だから VTuber さんで憧れの人目標にしてる人は特にいなくて、はいはい、逆になんかそのお母さんとかおばあちゃんとかの方が、はい、なんか生きてる人間として、おお、普通に尊敬してますね。あー、結構仲いいですか、おばあちゃんやお母さんとは。いや、なんかね、はい、私の何百倍も圧が強くてあれ何百倍も派手な格好着てて、あ、はい、何百倍も多分仕事ができるんすよ。おお、最後すごい。はいはいはい、はい、だからなんかもうちっちゃい頃から、はい、おばあちゃんには憧れを持ってたかもしれないです。あ、そうなんですか、うん、すごい。え、圧が強いのはちょっと想像ができないんですけど、はい、なんかあります、エピソードで。なんか多分バリキャリなんて言いますかね、超働き人間なんすよ。おお、はい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 。で、うん、おじいちゃんが家のことして、へえ、おばあちゃんが おじいちゃんは働きながら家のことして、おばあちゃんがもう一生働いてるみたいな。はいはい、珍しいです、ね、未だに働いてて、すごい。だからもうなんかどっからそのパワー出てんねやろみたいな。え、じゃあお父さんお母さんもそんな感じですか、役割的に。お父さんお母さんもそうですね、割と自分のペースで働いてますね、はい、2人とも。すごい。で、おばちゃんなのにまだ何十何センチのヒールとか。すごい、ヒール履けるんですか。そう、あ、私履けないんですけどおばあちゃん履いて出勤とかしてるから。すごい若々しいですね。そうなんですよ、だから、はい、会うたんびに、うん、あーすげえなーとは思いますね。なんかもうおばあちゃんっていうより友達感覚になりそうな若々しさでもね、なんかちゃんとそんだけ働いてるからかわかんないんですけど、はいはい、私の配信も見てくれてるんですよ。はい。で、あ、この前コラボしてた誰々ちゃんはどういう性格でどういうことしてて、うん、ああいう子やろってなんか全部わかるんですよ。すごい、性格が。他の配信を見てとかじゃなくてですか、そのコラボだけで。その人のなんか間の取り方とか、はいはいはい、喋り方とかで、はい、どういう子やろみたいな怖いだから、はい、気つけやとか。気つけ、なんか、はい、そのあんまり仲良くなりすぎても、はい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 、どう転ぶかわからんからなとか。おお、はい、なんかそういうそのこのなんだろう、配信活動とか一切知らないのに割とその喋り方とかで、はい、雰囲気がわかるみたいな。すごい。じゃあこの配信を見られたら何しますかどうなんだろう、これでもしおばあちゃんに、はい、いや島村さんって子はなとか言われたら、はい、多分もう返事返さないです。うわー、ちょっと西田さん2回目ないときはさしてください。そういうことですおいらとのプティ寝てるって。なんだなんだ。